はい、行こうか。はい、行こう。Hello, hello, it's me, Edith again. How is everyone doing? We have Watanabe-san. はい、皆様、こんにちは。今日はね、カメラが山盛りあるっていうリビングリッシュをお届けします。で、ライブで今がっつりやってるんだけど、まあ、初めてなのでどうなるか分かりませんが、なんかほらおかしなものが出るもんあれも。Yes, but which camera should I be looking at? ほんまやね、どれを見たらいいかも分かれへんし、ちゃんといけてんのかなっていう感じやね。 Yes, this one? Maybe? これもいけてると思う。 Or that one. We don't know, let's try. 書いてあるのに YouTube と、Facebook と、yes. ツイキャスがもうおかしいなって。 Yes、まあ、ツイキャスはもうええとしよう。はい、はい、ということで、リビングリッシュとは、住むというリブ、英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクール大阪イングリッシュハウスの代表、私渡辺秀和と井田です、がお届けする番組です。はい、ということで How are you? I'm fine. I think this week is better than last week. あー、先週ね、月曜日、It's dangerous. 平方に大地震が来ました。 The first time ever. あんな大きいのは初めてだね。 Yes, right.I didn't know Osaka would have earthquake actually. ね、本当にもうあんなでかいのはびっくりしたね。What were you doing? 僕はね、飛び起きてそのままこけた。Really? ビビって飛び起きて、あ、地震やと飛び起きて、まだ揺れたからこけたもんね、ベッドの上で。Really? I was sleeping. 寝てた。Yes, yes. But my bookshelf fell. あ、倒れてきてたね。Yes, yes. ね、本棚。ね、I don't want to be killed by books. Like, that's my fault. 本に殺されたくない。Yes. それはもうみんなそうそうそう。はい。まあまあ、地震で今大変ですけど、まあ頑張ってちょっとリビングで行きましょうか。Yes. はい。今日もよろしくお願いします。はい。それではですね、今回も最後までお付き合いくださいということで、まずこの番組はですね、国際化に不可欠な英会話を気軽に楽しくちょっとでも興味を持ってもらえたらなと。そしてですね、いいです先生のネイティブな英語のリスニング練習もしながら楽しんでください。ということで本日もゲストをご紹介しましょう。船越さん、 KC の船越さんからぜひご紹介をしていただければと思います。はい、はい、ハロー、 I am Takeru Funakoshi. I am interested in 油そば。 This isIn sound food. Hi. Okay. I will introduce you today's guest. He is popular with junior high school students and his smile is hampanai. His name is teacher Haruka. Haruka 先生。Haruka 先生。素晴らしい。すごいですね。今日準備万端じゃないですか。That's great.素晴らしい。半端ないも入ってたし、なす油そばって。最近汁なしラーメンのインスタントに最近ハマって。ちょっとそれで、ね、面白い。はい、名越さん面白いですね。素晴らしい。はい、では、ご紹介いただいた、はるか先生、小西はるか先生ですね。早速英語で自己紹介お願いします。はい。Hello, I'm Haruka Konishi. I teach Japanese to high school, junior high school students.I like singing. Nice to meet you guys. Thank you. はい。なんと、小西春子先生は、国語の先生ということで、はい、はい、国語の先生ですけど大丈夫ですかみたいな感じですけど、大丈夫です。問題ないです。はい、この番組はですね、いいですが、英語で質問をしますので、英語でもいいですし、日本語でもいいですし、その他の言語、何語でも。構いませんので答えていただくたく思います。はい、はい、僕の日本語がちょっとおかしいという話だね。はい、では早速いいです、質問を。 Okay, so where have you been so far? はい、いつも聞いております。 Where have you been so far? 今までどこに行ったことがありますかっていう質問なんですけども、海外どこ行きました、まあ、大体4カ所ぐらいなんですけど、はい、オーストラリアのシドニーと台湾、台北と、はい、韓国、ソウル、うん、と香港、うん、
に行ったことがあります。なるほど、なるほど。ちょっと時系列バラバラやったね、今。あ、まあ、そうですね。まあまあ、いいかいいか。その、オセアニア、アジアをこう行ってたわけね、はい。なるほど。はい、では、いろんなお話を聞かせていただきたいので、はい、いいです。じゃあ、質問をお願いします。So, do you have any interesting experience overseas?、はい、overseas、海外で、はい、興味深い経験、はい、インタラスティングエクスペリエンス、何かあればぜひ、はい、大学生の頃になんですけど、台湾に友達と4人で旅行に来ましてですね、そこで現地の女の子にですね、一目惚れをしまして、なんとかですね、なんとか思いを伝えたいということで、花束と手紙を書いてですね、渡したことです。現地の子に、はい、なるほど。それは何語で？それはもうホテルのコンシェルジュさんと仲良くなってたので、うん、今から伝えることを中国語に直してくださいと。ホテルのコンシェルジュさんは日本人なの？は台湾の方だったんですけど、うん、その日本に長い頃留学してたような方だったんで、なるほど。それでもなんか元々仲良くなれた、日本語が喋るので仲良くなれたっていうのもあって、うん、はい、日本語ができる台湾人のコンシェルジュさんがいたと、はいはい、いうことで、はい、その人にラブレターの内容を、はい、それちゃんと、はい、トランスレートしてくれたの？ちょっともられてたんじゃないか。それは they say we're not together。一緒じゃないよね、絶対ね。どうなってたかは、もしなってても確認ができないので、そうですね、その子にはどういう風に伝わったのか。いや、だからその子がすごい、コンシェルジュさんが、すごいラブレターが上手で、伝えたことより、なんかものすごいいい出来で渡してもらえたかもしれないね。そうですね。その人な特に女性だったので、あ、なるほど。もしかしたらその女性のこう気持ちに応えられるような文章にしてたら、なんか違うわよと、私がちょっと書き直してあげるわよみたいなことを思ってはったかもしれないね。過剰サービスしてくれたもんね。で結果はどうだったんですか？お付き合いとか。で、お付き合いには至らなかったんですけど。うん、ですけど、その当時はFacebook、台湾の方みんなやってるよってことで、うん、僕も早速日本に帰って登録してですね、うんうんうん、そこで Facebook でそのメッセージのやり取りを。あ、なるほど。その時 Facebook やってなかったけど、はい、その台湾の子は Facebook やってたから、はい、登録して、はい、友達申請して、はい、翻訳機を使いながら、多分お互いになんですけど、はいはいはい、ちょっとあんまり今やったらね、はい、翻訳するとかいうボタンあるけど、その当時ないもんね、はい、いびつな日本語できて、こっちも多分いびつな中国語で返してたと思うんですけど。なるほどなるほど。へえー、そうなんだ、はい、それはそれは。で、その、なんていうの、やり取りはどれぐらい続いたの？大体半年ぐらいですかね。あ、半年、はい、で、その半年後にまた会ったとか。あ、いえ、会いたいなとは思ってるけど。なんか、そうですね、結局それ以来台湾には行けてないんですけど、うんうん、そこからまあちょっとなんかメッセージのやり取りもなんとなくもうお互いの子も生活に戻っていくじゃないですか、ね、なるほど、なるほど、なるほど、はい、そのあれやね、はるか先生の気持ちがちょっと熱さが引いてきたよね。そうですね、まあそれもありますし、向こうもやっぱりね、そのあんまりやってない日本人に、うん、なるほど、ぐいぐい来られてもっていう感じで、うん、はい、まあ成就せず、はい、感じながら、はい、そうか、まあまあでもね、はい、イケメンやからね、言うて、なんかね、誇りに思うって言うてるよ。Yes, なかなかグッとドライよ、グッとドライ、なかなか日本人そんな思っても行動しないもん。Yeah. right.うん、花束とかラブレターとか渡す日本人、まあ折れへんから、ね。日本人相手だったらできなかったかな。ああ、それ現地やし、はい、海外のちょっとあれやね。なるほど、面白い、いい経験ですね、でも。ありがとうございます。また次どっか行ったら誰かに告白できるといいね。先生、なんかこういい出会いがあるんですね。はい、じゃあ続けて続けて。Okay, so you've been to Hong Kong as well.So, are there any interesting experience in Hong Kong? 香港は、うん、中学生の時だったんですけど、その大会、水泳を僕ずっとやってて、うんうん、それでその大会に出るということで、うん、その大会に出場するために香港ですね、はい、ワールドコンペティションみたいな、まあ、そうですね、その、まあ、現地の人とか他の、うん、まあいろんな形の、いろんなところから来てるような。なるほど、すごいね、はい、へえ、そうなんだ、はい、そういうの選ばれるぐらいちょっと日本では有名だ。うーん、なんか日本の大会で、そうですね、関西での
メンバーでって感じ。なるほど、はい、選抜メンバーでみたいな。そんな感じ。あー、へえ。で、どうだったの？いくつかの種目は、4種目ぐらいはあってはメダルを取れて、うん、そのうち、まあ、優勝も。あ、すごいじゃん。はい、何で？そうですね、200m の自由形で優勝しまして。なるほど、はい、自由形。クロールやね、はい、自由形。あ、クロールです。はい、へえ、すごい。じゃあ、まあまあ、香港の世界大会で1位みたいな。そうですね、その時は、はい、それすごいね、誇れるね、はい、ね、自慢できるね、うんうんうん、へぇ、はい、すごい、そんなんなかなかできる人おれへんもんね、うん、いい経験、いい経験、はい、じゃあ続けてですね、はい、Okay, so when you were traveling, did you eat anything delicious? あ、なんか美味しいもの旅で、そうですね、海外で印象に残ってるのが、そのシドニーに行った時なんですけど、うん、あの、まあ一人で観光とかブラブラしてたんですけど、うん、そこで入ったピザ屋さんがですね、たまたま入ったんですけど、うん、そのお兄さんが一人でやってるようなピザ屋さんで、うん、で、そのお兄さんがなんとイタリア人だったので、まあ、本当にその恐れなんですけど、現地のそのピザ職人のピザが食べられたっていうのはすごく印象に残ってますね。へ、うん、すごいすごい、はい、イタリアのどこの人とか覚えてる？ピザの厚さとか。ピザの厚さ、厚さは結構薄かったかなと思います。あ、なら薄いのは北の方かなですかね。なんか結構その中央がそのテーブルから見えるところだったんですけど、うん、それこそその こういうくるくる回して本当にやるよパフォーマンスじゃなくてちゃんとなるほどなるほど、本場の、はい、それ面白いな、なるほどね。で、そのお兄さんにはラブレターを渡したの？ラブレターラブレターはね、渡してないんですけど。あなたも渡してないの？Now you're thinking he's a playboy. Playboy で、おじさんになんかこう書いてもらったことで、英語で。英語で。おじさんすごい上手かもしれない。なるほど。はい、いやでもいい経験やね、はい。オーストラリアで食べる本場のピザ。はい、うんうんうん。なるほど。はい、素晴らしい。はい。じゃあ最後の質問いきましょうか。Okay, so where do you want to go next?そうですね、次に行きたいのは、うん、あのイギリスに行きたくて、うん、特に僕あのビートルズが好きなので、あ、そうなんだ、ロンドンとかリバプールとかを巡ってみたいなと、うんうん、なるほど、あのリバプールの有名な横断歩道、そうですね、あのアビーロードの横断歩道、エビーロードとか、ね、ちょっとこう、ね、ポーズ撮ったりしてねみんな撮ってるじゃん、これみんなやってますよ言うて もう行ったらみんな撮ってるね、もうお前もみたいな40年ぐらい擦られまくってる、なるほどなるほど、なるほど、なんかとか、まあなんか他にもね、いろいろ多分向こうに行けば多分記念館のようなものがあったりすると思うんで、うんうん、そういうのも習ったりとかですね、なるほど、はい、そこでね、なんか同じあのビートルズ好きの、はい、別品がいるといいよね。あ、ブレタまだ渡せたらいいよね。そうですね。今度は英語頑張ってちょっと、ね。お前次はもうね、あの通訳というか、はい、あの翻訳なしで自分の気持ちを伝えられたらいいですね。はい、なるほど。いやいやいや、面白いですね。ぜひそのまた報告しに来てくださいね。わかりました。はい。ということで、告知行ってもらいましょうか。はい、はい、告知、どうぞどうぞ。はい、とあですね、あの KEC 近畿予備校ではですね、あの7月25日から夏季集中講座というのを行いましてですね、約8月までの8月27日までの1ヶ月間ですね、でこちら小学生から高校生までもう皆さんこうぎっしりですね勉強してですね、あの2学期にパワーアップしてようというところですね、ここのポスターにも、はい、大逆転の夏、大逆転の夏をですね、はいはい、目指して皆さんで頑張っていきましょう、はい、というところで、なるほど、ありがとうございます、はい、なんか船越さん追加ないですか？あ、詳しくは本編、あ、それやねKEC で検索、KEC で、はい、そうですね、この夏でだいぶね、はい、伸びますもんね、ぜひ夏季講習、KEC で、はい、よろしくお願いします、はいはい、ということで今回もあっという間でしたけど、どうでした？いや、あっという間ですね。今日良かったですよ。あ、良かったです。準備、ちょっと油そばと半端ない半端ない時勢に乗ってました。良かったです、良かったです。はい、今週の授業が行ってたんでね、いいですね、はい、良かった良かった。はい、田中さんはどうでした？先生はもう
すごく楽しかったですね。はい、また来てください、はい、いろんな経験していただいて。そうですね、はい、すごいあのイケメンで人気出ると思いますね、こんな YouTube とか出たらね、はい、はい、いいですわ。どうでした？ It was always fun. Always fun? Yeah、うん、ね、よかったね。 How about you? うん、楽しいよ。Yes. 今日はもうカメラいっぱいで、あの次回もっと増やそうかなとどうなるか分からへんけど、はい。For me, it's like every time it keeps changing, so it's like it's very unpredictable. いいよ別にそんな。We don't know what will happen next. ね、どうかお楽しみにっていうことね。Yes. はい、じゃあ最後いいです。締めてください。Okay, if you would like to learn more English, please stay tuned to our program. See you. Bye. 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 Bye.